そ玉座の方で玉座ね、はい、あれ玉座行きましょうよ。いいんですか、はい、玉座。 ありがとうございます。で玉座はこれを敷いてね。そうですね、はい、はい、必ず必ずこう敷きます。はい、はい、であと1回目じゃダメですね、はい、まず1段1段2段2段はいで、はい、はい、失礼します。これ誰が考えたんですか、玉座は。自分が。すごいっすね。なかなか面白いっすね。ね、なかなかないですよ、この玉座いいの。さっきだけでもっと厚さまた変わるそうです。全然違う。全然違う。全然違う。違う、多分これ高さ多分20センチぐらいです。です上がるだけで全然違う。おあのね、あの3倍ぐらい違う。おめちゃくちゃ。そう、正面に夜間がある。そうですね、これ夜間の千手観音みたいな夜間があるんですよ。おお、出ました。面白いですね、これ。出ました。うん、これ女性の方にもって。女性はね、銀なんです。あ、女性銀なんです。筋肉マンの金のマスク、銀のマスク。なるほど、なるほど。これ行きましょう。ヒギ、ヒギ、なんだっけ。ヒギ、熱波サウナ。熱波サウナ。行くぜ。お願いします。ドーン。じゃあゆっくり移動してください。パンチは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。どうもパンチの今日は松井さんでダイナー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーよいしょー。反対だ、こちらでバンバンバン。わかりました、体の奥底に残った悪魔を出し、120度の世界へ再びリバース。悪魔よ出ていけ。バン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 、結構強めにやってるんですね。面白くないネタを出せ、出せ。面白くないネタを出せ。面白くない自分出ていけ。面白くない自分出ていけ。面白い悪魔自分出ていけ。悪魔出ていけ。これで売れる、売れない、売れない紙を出ていけ。あーあーやった。どうも面白くなったプロ野郎です。よろしく。これ何パーセントですか。 20% ですね。今 20% の映像がこちらです。続きまして半分ぐらいいきましょう。半分ぐらい行きました。じゃあちょっとマックス行きましょう。マックスはこんな感じの映像です。皆さんいかがでしょうか。好きな、明るさにしてサウナを堪能してください。しかもなんと本も読めるということで、本を読みながらサウナに入るという。軽くなったよ体が。本当ですね。いやめちゃくちゃ悪魔が出てるの。すがすがしい気持ちですね。コーヒー牛乳だな。コーヒー牛乳で。ウノ君は何だっけ。私じゃあのオロナミンCとミルクを合わせた、うん、オロミ。オロナミンCと、はい、特濃がおすすめ。特濃、はい、特濃ミルク。特濃ミルク。誰が考えたんですかこれ。自分だ自分です。すごいですよね。個人が考えられない。このグラスはどれがいい。あとおすまあおすすめこれですから今です。あれかわいい。いいですね。いいですね。ミレムジコミレムジコ。同時にいきます。はい、よいしょ。オロミル。投入。
おーっと、ビーチクまで、ビーチクまで、ビーチクまで、ビーチクビーチクまでタイマーこれまた、これで飲めるってのはちょっと嬉しいですよね。はい、お疲れ様、タイマーセクシーだね。いただきます。うまいっすんだよ。おー、あり、あ、これね、ありですよ。ミルクステーキみたいな、あ、ね、そういう感じか。あ、そんな感じですね。ありだな。シュワッとしたのがミルクステーキな感じ。なるほどなるほど。あの牛乳って結構ね、はい、当時近鉄バッファローズの選手はね、はい、あの焼酎の牛乳割りとか飲んでたからね。しかし暑いよな、うん、ちょっとパンチさん、すっきりしてパンチさん、おおな、こんな素敵な T シャツを着てらっしゃる。なんですか、なんか最近作ってもらっちゃってさ。これあれ結構有名なやつですよね。これ有名なやつだよ。すごいファンタジーがある。ダイアンとおばさんがタイガーマスクやさ、ありがとうございます。あの迷宮会でさね、やってらっしゃいますよね。一着いかがでしょうか。これにリンクの載せますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。本当に今年も皆さんいろんなね、いいこと悪いことあると思いますけど、はい、サウナを3セット入ると、うん、あえて水風呂にドーンと使うとね、毛穴からいつも言うように悪魔が出ていくということでね。本当に体がめちゃくちゃ軽いですね、うん、本当にスッキリしてます。ただ、うの君あれだな、あの頑張って入ったっていうのは認めるけれども、その気持ちいいというようなレポートしなきゃいけないのに罰ゲームっぽく見えちゃってさ、俺がすごく意地悪に見えるんじゃない。いやいやいや、うん、いや、ついついのリアクションを服取らなきゃいけないっていうね、うん、俺も本当に入りたいんだけど、ほら、今年還暦でしょ、もう無理できないんだよ。あのさっきこのご主人の小松さんからお伺いしたんですけど、サウナの温度が120、うんうん、で、あの水風呂が8度か9度らしい。差が110度以上あるわけですよ。女性の方が暑いんですよ。そうそうそう、なんで女性の方がまた暑くちゃったの。暑くなっちゃってるって。ああ、そうそうそう、設定的に感じですか、はい、まあ女性の方もストレス溜まってるからね。やっぱり歴史があるんだろうけども、うん、その中できちんと綺麗に、うん、そして楽しませてくれてるよね。いや本当ですね、うん、お風呂入るだけじゃなくてですね、うん、いろんなその施設もありますし、うん、大量に本が置いてあるんですか、うん、そうですね、まだ、はい、あれ脱衣所に置くと結構なんかその濡れちゃったりとか、あもう構わずと言いますか、はい、まあ自分もまあ漫画が好きなので。ああ、なるほど、はい、でそれで多少置いてたらもうお客さんも自分で持ってきて置いてくるってどんどん来るお客さんがのやつもあるってことですか。ああ、そうです。漫画を見てるあの時はまた無になりますからね。そうです、ね、本当に入っていっちゃうっていうかさ。ああ、いや、そうですね、うん、いろんなやっぱりストレスの発散もあるので、サウナの中でも集中するとよりちょっと長く入れたり。いいの、モテるやつ。漫画お風呂、お風呂場でも、そんないいんですか。なかなかないですよ。絶対持ってっちゃダメとか。なんでそんなにあれ120度のサウナにしたんですか。女性は130度。もう自分がやっぱ暑い方が好みなので。あ、なるほどなるほど。無人の好みで暑くしたと、はい、そうです、うん、もう若者たちもこの整うという、うん、ことが分かるという。そうですね、はい、まあ、見てたら小学生も小学生だけでも入ったりする。ああ、そうですか。子供いたりしますね。この場所では、まあ、54年目に54年目。昔はだから、まあ、マサキ球場に太陽ホエールズがいた時代から、うん、はい、貝塚の方で20年ほどやって、うん、こっちに移転してきてという。開店の1時からと、はい、お昼のお昼の1時から夜中の2時までやってます。13回掃除するときと寝るときがないじゃないですか。終わってから掃除して。終わってからですか。そうですね、終わってからと店開け前ですね、午前中の方に。いや、あんま寝、ほんと寝る時間ないですよ。そうですね、うん、小松井さんはの川崎で一番遅くまでやってる銭湯さんらしいですよ、うんうん、うちはもう結構自分の好きなようにやらせていただいてるので、よかったら見て体感してください。体感したことが真実だと思います。よろしくお願いします。うん、そうだよ。薬指が遊んでるよ。薬指はどこだ。これ薬指は、薬指ここでしょ。これこれで、そうこれでこれでセクシーなの。全部攻めるんだよ。吐くなよ。大丈夫大丈夫。さあ、開店時間が迫ってきた。行こう。社長、あなたも一杯いかんが。デブデートシーデーが。俺は君、俺だ初代。出ましたね。同じようにまたこの青のやつですよね。いいね、いいですね。今度2代目は、おちんちんに負けてる。沸いた。
営業中ってことですね。本当に一回こう縫うで縫いたってこと。ああ、なったな昔な、ありましたね。あそこですね、ハスルの王子、うん、ここに曲がるよし、また明日頑張ろう。頑張りましょう。よっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうもいかがですか今の気分は。現に進むまで飲みたいんです。今日はドーン、大阪みなみで待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる。パワー全開でうのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナダイアンと馬場さんが台湾マスクやさ、あります、あります、あの迷宮会でさね、やってらっしゃいますよね。一着いかがでしょうか一着いかがでしょうかこれに YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね多分ねいらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときにですねチャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよピッ、ね、そうですので、ね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。